こうやって穴から行くと171円ではある。最高速220キロらしいです。こんにちは。マツダに厳しいと言われている自動車評論家の国沢です。今日はマツダのラージ商品群 CX60 の試乗会、先行試作車ですね。試乗コースは昔のミネサーキット、西日本サーキットですね。まだ正式発表前なので、カムフラージュ、シルエットを見る限りは BMW の X3 に限りなく近いのかなと。プラグインハイブリッドって書いてありますね。この商品群はですね、私からするとマツダにとって非常に厳しい結果をもたらすんじゃないかということで、あんまり褒めちゃいないですね。むしろこの商品群を企画した人からすればふざけんなっていうぐらい低い評価をしています。まあでも車自体はですね、何の罪もないので、私車好きですから、じっくり乗ってみたいと思います。では CX60 の PHV です。これですね、アクセル開けると瞬間にもう、エンジンとそれからモーター出力フルパワーになりますね。なので普通に走ってると、電池で走ってるところからいきなりフルパワーになると。これ最近ラブ4の PHV もそうだし、それからアウトランダー PHV もそうですけど、これいいですね。で、速さで言うとラブ4PHV、あれはめちゃくちゃ速いですけど、あれといい勝負かなっていう感じはします。なので普通は電池がなくなるまでモーターで走り、それから電池がなくなってからエンジンになるんですけど、こうやってアクセル全開にすると、もう最初からエンジンとモーター両方で走ります。 PHV みんなそうなんですけど、ここがやっぱり面白いところだというふうに思います。ここからこのレスポンスは、ただもうちょっとすぐにモーター立ち上がってほしいところですね。今まで全開にしてからフルに立ち上がるまで1秒半ぐらいあったかな。そこはモーターでもうちょっと立ち上げちゃった方がいいような気がします。ここですね、絶対的な加速力はやはり大したもので、マツダもトヨタと同じ 100% ブレーキバイバイヤーなんですけど、タッチすごくいいですね。ただやっぱりアクセル開けた瞬間にもうちょっとドンとトルク出してほしいなというふうに思います。次はワインディングロードですね。ちなみに今日乗ってる車はまだまだ市販車ではなくて試作車ですね。インテリア見ても分かる通りに結構な試作車です。まだまだこれからさまざまな熟成を加えていくという前提で今話しているので、それで聞いてください。でちなみにですね、車体はすごくいいです。もうブレーキバイワイヤーでブレーキを踏むと、でもそれはただのスイッチで、で制動力は全部コンピューターで決めて、回生するのか油圧にするのかっていうのをやってるんですけど、それすごく実は難しくて、世界でちゃんとできてるのって多分トヨタぐらいしかないと思うんですね。でマツダはそんなに昔からやってるわけじゃないんですけど、結構煮詰まってますね。今何枚見ました。後輪駆動車らしくテールから流れて、これはこれで相当気持ちがいいです。今横滑り防止装置入れてるので、それにまだ試作車なんてそんなにゴムタイヤなことはできないですけど、この車特性はすごくいいと思います。よく回答性がすごく良くて、で流れた時のコントロール性もいいです。これはもう車の素性みたいなもんで、これはもう後からもうどうしようもないですからね。そういうところは素晴らしい。で今スポーツモードなのでエンジンかかってますね。さっき一周ここノーマルモードで走ったんですけど、基本的には全て電気で、ほとんどエンジンかかんなかったです。普通のスピード域だと。で今スポーツモードにしたので、今ずっとエンジンかかってます。この状態でのこうスポーティーフィールって相当なもんですね。
で馬力結構ある車なので、まあ、エンジンとモーターと合わせる馬力ある車なので、その気になって走ると結構スポーティーです。燃費とかはあんまり関係なくなるんでしょうけど、もう楽しさはある。まあ、この辺がマツダのやりたいところかなっていう気はなんとなくします。最後の1ラップはモーターモードでいきます。アクセル全開してもモーターだけ。これね、ギアがついてますね。変速キーをかましてモーターを駆動しています。お、ギア変わりますね。それとも結構スピードも出ます。電気自動車、完全電気自動車。はい、じっくりと、ここでじっくりありましたね。床に1段あのキックダウンスイッチみたいなのがあって、そこ踏み抜くとエンジンかかります。めちゃくちゃ速くなります。で戻すと完全な電気自動車。この電気自動車でどのぐらい走れるかなんですけど、マツダが言うにはまあ50キロぐらいは走れるんじゃないかっていうんですけど、どのぐらい走れれば。普段は多分エンジンかけることないかもしれないですね。もう毎日毎日移動距離が20キロ30キロ、まあ、近所のお使いとか駅までとか、まあ、僕もあのアウトランダー PHEV 持ってましたけど、もうほとんどガソリンは入れない、近所だけだと。そんな使い方ができると思います。そうするとガソリン高くても普段は安い電気で走れるので経済的ですね。まあ、これからやっぱり買うんだったらPHEVなのかなと思います。まあ、気になるのは値段で、ラブホーとアウトランダーの PHEV と勝負ができるぐらいの価格になると面白いかなと思いました。これディーゼルですね。ハイドリング静かです。これエンジンの操作です。本当にエンジンの操作です。こうやって穴から聞くと音が聞こえる程度です。今時環境の時代に、まあ、ディーゼルなんかも作って台数が売れるのかなっていうことですよね。まあ、いい車を作って少数売るんだったらとにかくたくさん売らなきゃいけないというのが今厳しいところ でしかも売れる年数、これ2025年からさらに厳しい排気ガスがあったり、それから燃費規制が始まったりするので売れる年数がそれほど多くないということで、いろんなこうハンデを背負ってるということですね。この車はですね、3.3 リッターのディーゼルターボ付き、254馬力、6気筒、滑らかさが売りです。これでパワー。楽しい。これだけパワーあれば、もう使い切れないです。6気筒なので、もう当然ながら滑らか。このエンジン、まあ、すごく新しいことをやってます。でさっきあの燃焼の動画みたいなのを見せてもらったんですけど、5年前だったら絶対にこんなもん外に言えないだろう、そういう燃焼の動画があって、これね素晴らしい。これが10年前に出てたらマツダ世界を制したんじゃないかと思うくらいのディーゼルなんですけど、今ヨーロッパも厳しくなってるし、アメリカもディーゼルなかなか売れないし、まあ日本もですねディーゼルそんなに売れると思えないので、新しいエンジンですからね、何台売れば元が取れるのかなっていうことを、まあ私が心配してもしょうがないんですけど、まあ本当にね心配です。ベタ組みしてみますね。うわすごい、音がね気持ちいいです。すごい、やっぱり6気筒のディーゼルの燃焼音がね本当にいいですね。で車重も、まあ、1000キロやってるぐらいの車なんだけど、ね、車体がねいいです。サスペンションのこう使い方は全然違うんですね。すごい、これねフロントのねキャスター角ほとんどついてないらしいんですよ。今までの車のアライメントの考え方と全然違うんですね。で車はピッチングじゃなくてこういう風に動くようなアライメントになってるらしいです。
で実際車ってこう動いて気持ち悪いんですけど、この車ってちゃんとこう上下に動くんで、リアサスめちゃくちゃお金かかってる、まあ、いろんなところで凝りすぎてて、うん、乗っていい車がね台数売れないのは寂しいですね。まだ売れないって決まったわけじゃないけど、ここはワインディングロードを模した道ですね。ここを今スポーツモードに切り替えました。ここからスポーツモードでアクセル踏み気味に行きます。でこの車のステアリングフィールいいんですよ。でどこにもリリースに書いてないんですけど、これあのダブルジョイント、最近日本車が次々と採用し始めたパワーステアリングのモーターが、このステアリング軸上になくてラックにあるんですね。直接ラックを駆動してる。これ何がいいかっていうと、ものすごいステアリングフィールが良くなります。でお金かかります。でなかなか今まで日本車使えなかったんですけど、 CX60 どうなのかなと思ったらダブルジョイントでしたね。まあその辺は確実に車が良くなります。でディーゼルもこの HV もそうなんですけど、8速の AT と組み合わせてます。どういうシステムかっていうと、トルコンはついてないです。トルコンなしでクラッチがついてて、クラッチがつながるタイプらしいです。でそのおかげというか、それでちょっと問題になるのが、まずこの車って安めの姿勢、まあ、一番効率のいいところで、この場合はこれマイルドハイブリッドです。フルじゃないんだけれど、結構大きな、車が十分走れるだけのモーターじゃないんですけど、結構大きなモーターとまあまあの電池積んでます。で結構な頻度でエンジン止まります。アクセルオフすると走行中でも意外と簡単にエンジン止まります。でそこからアクセル開けると、まずエンジンをかけに行くんですね。でその間全く加速しない状況、それからアクセルを踏んでいくと回転数を上げていって、である程度の回転数になってからクラッチをつないでいくんですけど、そこの制御が、まあ、ちょっと聞いたらまだまだ本来の調子ではないっていうかな、もっともっと滑らかにしていくということでした。で今日乗った車では少しそこはですね、まだまだ唐突なところがあって、ここは直していくということだったので、試作車なので出来上がりに、期待したいというふうに思います。さあ最後は全開にしていいというところ、ドン、さあってどこまで行くか。これね、本当にね、本当パワフルです、これからパワーのある車楽しもうと思ったら、まあ、ディーゼルしかねえかなと思いますね。今160ぐらい出ましたね。コーナーがね、とにかく素直です。前後の重量配分50-50に近いということなので、そういう意味では休みの日に乗る SUV としてはこれはなかなか魅力的だと思います。お客さんがどこまでいるかなと、171台出ました。最高速220キロらしいです。それぐらい絶対出る感じです。いやいやいや、初めて CX60 乗りましたけど、車はですね、うまい。あとはマツダがどれだけこの車を、まあ、うまく売ることができるかというか、今のままだと500万円する車をたくさん売るっていうことはなかなか難しいのかなと思います。まあ、正直な話をすると車いいです。まあ、まだまだ全然煮詰まってないところがあって、例えば駆動系がこうギクシャクするとか、それから休みの状態でアクセル全開にすると全くデッドなところがあるとか、まあいろいろまだまだ直さなきゃいけないところはありますけど、エンジンの基本的な特性とか、それから車体のですね、基本スペック、それからボディ剛性、そういうところはですね、とても可能性があると思います。ただ、まあ、売れるかというとですね、これはなかなか厳しいかなと。私はですね、別にマツダが嫌いなわけではなく、マツダが元気でいればレースもやってくれるし、昔ロータリーでルマやってましたよね。でそういうところにお金をかけてマツダというメーカーを光らせることができると思うんですね。ところが売れない車を作ってしまって、そこで収益が上がらなければいろんなことができないと、それがねもったいないと思います。やっぱり車の業界ってマツダみたいなメーカーが元気じゃないと面白くないと思うんですね。マツダっていうのは
技術力があるので、例えば電気事業者で用意したとしたらですね、そこでトップに出れるようなそういうポテンシャルあると思うんですね。それを前のエンジンタートのひとみさん、もう電気自動車一切やらさんということを言ってブレーキをかけたり、それから今の藤原さんっていう副社長ですね、これがもう売れる車には興味なく作りたい車しか作らんと、そういうところがあって、まあいまいち元気がない状態だと。ちゃんと売れる車を松の技術使ってほしいなというふうに思います。松田ファンとしてはもう本当にアメリカのように CX50 みたいな売れる車作って、日本では絶対出さないマツダ3のターボとかですね、モロさんっていうアメリカ担当の人が出したんですけど、そういう人がいろんなことやってほしいなというふうに思いました。この車の発売は2022年の、まあ、夏過ぎになるかなと思います。